はい、どうも、ゆきです。今日は、タバコ、吸っていくのは、こちら、アメリカンスピリットのターコイズの、これは、5000円以上買った時にね、試供品もらいましたんで、これ吸っていきます。以前も吸ったことあるんだよな、このターコイズ。でも俺、アメスピ自体あんまり好きじゃないんですよね。タバコ、アメスピはあんまり、好きじゃないんですけど、まあ2本サンプルとしてもらいましたんで、吸っていきましょう。アメリカンスピリットターコイズ。それでは吸っていきまーす。タールが12ミリ、ニコチンが 1.4 ミリ。まあ燃焼速度が遅いのがアメリカンスピリットの、あれですよね。あと無添加、100% 無添加タバコ。天然で高品質なタバコ場のみを使用。理想的な葉の量による吸い応え。まあ、葉の量が多いんだよね。最近すぐヤニクラを切るからな。最近、2本ぐらい吸うと、もうヤニクラを切るんですよね。だから、あんまり吸えない。値段が確か480円ぐらいですよね。まあちょっとだけあれに似てる、ね、ラッキーストライクに似てる。いわゆるラッキーストライクとか、ラッキーストライクに似てるやつをいわゆる洋木というらしいです。香りが似てるね。まあ、そんなに香りは強くないんだけど、辛さもあんまりないし吸いやすいは吸いやすい。まあ別にそんなに美味しいってわけでもない。まあこれ買うならやっぱ味の似てる JPS とかラッキーストライクの方が好きですけどね。まあでも無添加でこんだけ香りがしてるっていうのはなかなか。
最近知った中だとあれですかね。キャメルのナチュラルだっけ。まあ、あれに、あれもナチュラルやから、無添加なんだろうな。うん。まずくはないんだけど、そこまでうまいっていうこともない。でも昔、ナチュラルアメリカンスピリットって、もっとタールチ強いんじゃなかったっけ？違ったっけ？違うか。まあでも人気あるのは確かなんですよね。ヤニクラが、ああ。うん。そんなに酸味もないし、吸いやすいは吸いやすい。アメスピは、ちょっとタール値が高いかな。やっぱりなんか、うん、オーガニックっていうのは大体やっぱり高い。だから、なんだ。8ミリぐらいのナチュラルアメリカンスピリット。を結構吸ってる人はいるみたいですね。うん。あ、今はもうあれなのか。アメスピのペリックボックスってやつ、ペリックのやつの方があれなのか。タール値が低いみたいですね。タール値9だもんね、ペリック。昔、ちょい昔までは、14だったもんね。タール14のやつがペリックだったもんね。今じゃアメスピが、これが一番タール値高いやつみたいですね。なるほど。
まあ、三つ星だな、これはな。ご視聴ありがとうございました。